頼むぞ。あっ、よし、やっちゃった、やっちゃった、やっちゃった、やった、本当に神、もう奇跡や、これほんまに、ほんまに。はい、ということでテレビ切りました。まさか勝てると思ってなかったし、ほんまにいろいろほんまに感動することが多すぎて、ほんまに、ほんま選手一人一人、阪神の選手一人一人に本当に感謝したいなと思います。ほんまにさ、考えられます？ほんまに、こんなまだ若い若い湯浅が、こんな大舞台で、こんなね、完全アウェー感の中、大役任されて、こんなかっこいい、こんなかっこいい、ほんま、言葉が出ないぐらい感動しました、ほんまに。いや、こんなかっこいいことある？ということで、明日から神宮球場や！ということで、本当にね、逆デスター社やということでね、まあ煽るつもりはないんですけど、本当にね、もう終わりやと思って、もうあのね、牧が、9回から出塁した時はもう本当に、さよなら負けの予感しかしなくて、本当に、ここまでね、本当に、今シーズン、もう苦しい試合ばっかりで、さよなら負けも何回も経験したし、完封負けとかもいっぱいあったし、もう本当に苦しいシーズンだったと思うんですけど、その中でこの、本当に本当に大事な舞台、本当にこの短期決戦で、もうこんなね、ドラマが待ってるなんて思いませんでしたよ、本当に。うん。本当選手一人一人にもう感謝の言葉をもう伝えきれないぐらい言いたいし、もうここまで来た以上絶対ね、本当に日本シリーズ行って、オリックスかソフトバンクかわからないですけど、本当にね、倒して、最高にね、最高に気持ちいい2022年にしたいなと思います。ほんまに嬉しい。ほんま今日の MVP は近本やね。本当にね、もう湯浅くんもえぐいけど、もう本当に湯浅くんももう頼もしいというか、もう本当にえぐいし、近本がほんまに今日はエグかったね。ほんまに。まずね、一本目のライトへの当たりもエグかったし、原口選手もね、ナイスバッティングで、本当に原口大事なところで強いね。ほんまに4番で使っていいんやでっていうぐらいですけど、で、それでね、近本がね、二塁ランナーだったんですけど、めちゃくちゃ足速いから、いや、本当に足って大事ですよねっていう。まあね、さらに僕も足速くなりたいなって思いました。で、ダイビングキャッチ。あれも本当に、神がかってましたね。うん。今日は本当に、すべて髪型かかってた、最高の試合でした。ということでね、なかなか忙しくて、まぁ、ちょっとライブとかね、家でできないんですけど、まぁ、ちょっとね、神宮での試合はまぁ、どっかでね、ライブとかもね、YouTube ライブとかしたいと思うし、もしかしたら神宮行きたいなと思うし、ちょっとどうなるかわかんないんですけど、とりあえず本当に、思ってもいない、本当奇跡のような、本当嬉しかったです。はい。ということでね、皆さん。はい。まあ、横浜ファンのね、皆さんもね、応援お疲れ様でしたということで、終わりたいと思います。はい。もうほんまに、言わして最後に、あかん、阪神優勝しまう！